おはようございます。こんにちは。こんばんは。老眼戦士コロノウです。今回ご紹介しますキットは、正月休暇にですね、制作しました模型になります。仮組みでの紹介になります。キットはこちらになります。T34 ですね。ガルパンの35分の1、こちらを作りました。定価は5800円で1万円の福袋で購入したのでお得だったかなと。T34 の制作は初めてになります。前からですね、一応マークしてた戦車になります。じゃあ早速ご紹介します。まず車体ですね。キャタピラー組み立て式です。で、お分かりかどうかちょっとわかるね。キャタピラのちょっと前方部分が曲がってます。完全にですね、正月餅を食べながらダラダラ作ってたんで、車輪をですね、ちゃんと押し込んで、はめなかった関係でキャタピラが曲がってしまいました。完成してから曲がったことに気づいてまして、なんかどうもですね、組みにくいなと思ってたんですよね。まあ、この動画の後ですね、一部ちょっと修正してるんですけど、まあ、完全にこの曲がりは取れない状態になってまして、で、車体を上部かぶせてもキャタピラがはみ出した状態になってます。非常に残念です。ちょっと後悔失敗でしたね。続いて車体上部になります。細かい部品が多くてですね、非常に表情豊かに仕上がってると思いますね。後方の左右のタンクはもともとへこみがついてるんですけど、リューターでさらにへこみを追加してます。砲塔になります。キューポラは閉じた状態を選択しました。で、定番の溶接跡はタミヤパテで追加してます。少し粗めに溶接跡にしてます。粗めの溶接跡ですね、を追加してます。砲身のパーツは最初から一体型になってます。非常に長くてですね、かつ可動式なんで、かっこいいですね。砲身と砲塔のバランスも非常にいいと思います。じゃあ、ちょっと組み立ててみたいと思います。この車体とですね、シャーシがちょっとうまく組み合わないのが今問題になってまして、まあ動画だとちょっとわからないんですけど、後方に少し隙間ができてます。これを塗装後どう解決するかっていうのは少し課題になってます。で、砲塔はまあスムーズに組み上がってるんで、こっちのは問題ない感じですね。この後ろに体重があり、あるような感じのフォルムいいですよね。本当にキットは素晴らしくいい、良いキットなんだと思います。ドラゴン初めて作ったんですけど、なかなか悪くないなと思いました。やはりですね、ご覧いただけると、やはりキャタピラが手前、ちょっとはみ出してるのがわかると思います。まあ、本当にちょっとがっかりなんで、まあ、この後ちょっと修正にチャレンジするんですけど、作り直さない限り直んないかなと思ってます。塗装はですね、エアブラシをベースに塗装して、で、汚しもそれなりに汚していきたいなと思ってます。で、ガルパンのキットなので、デカールは、キット付属の標準のデカールを使用する予定です。緑色の車体にしようかなって今のところ考えています。以上、正月に仮組みまで制作しました。T34。
こちらのキットのご紹介でした。よろしければ次回もご視聴いただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。